恋愛マスターは誰だ、うん、恋愛シチュエーションラブミルク。この企画でございますけれども、はい、まずですね、はい、僕たちのこのミルクという活動はどういう職業ですか、塩崎さん。えー、ちゃん、俺らの職業、一言で言うとどういう職業ですか。言っちゃって、アイドルなわけですよ。あ、そうなんです。アイドルといえばやはり、はい、まあ、男性ファンの方もいらっしゃってくれますけれども、はい、女性ファンの方もいらっしゃるわけでありまして、はいはいはい、僕たちはやはりその女性ファンの皆さんの女性の方をですね、女性を虜にしていかなきゃいけないわけですよ。なるほど。まあ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 、ということで、まず僕らメンバーのこのまま女性の対応力を見ていこうじゃないかと。なるほど。鍛えていかなきゃいけないですしね。なるほど。ダメだよ、場合は。ということで今日は皆さんにシチュエーション別になんかちょっとどういう対応するのかなっていうのを演じてもらいましたじゃないですか。はいはいはい。それをちょっとみんなで評価していこうじゃないかと。いいね。ありがとうございます。ということで見ていきましょう。どうぞ。はい。最初のラブミルシチュエーションはこちら。私のことどれくらい好きと言われた時の対応でございます。はいはいはい、はいはい。まあ、これはねもう定番ですよ。今回はちゃんとリアルなシチュエーション、リアルですから、うん、本当にもし好きな女性がいた時に、うん、そうどういう対応するかっていうのを僕らやってますから、うん、そうですね。こちらじゃあ見ていこうと思います、はい、まずは山中八重さんですね。あ、私ですね、はい、まあお手本だけどね、もう王道なんじゃないですか。王道ですね。じゃあお願いします。どれくらい、ごめん、俺これまでの行動で示してなかった。いいじゃないですか。分かった。じゃあこれからの行動で示すから、見てて。あ、そうだ、今度さ、明日超高級予約も取れないフレンチ行こうよ。、ね、俺払うからさ、行動で示すよ俺。まあなんかちょっと待って待って、これやってくるな。なんかそのさ、好きっていうのなんかお金でなんか買おうとしてるから。そうなんや。美味しいお店行こうぐらいならいいけどさ。確かにね。超高級フレンチを俺おごるからさ。じゃあ続いて見てみましょうか。はいはいはい。続いてはですね、俺か、塩丸大福さんでございます。それでは大ちゃんのラブミルです、どうぞ。どれぐらい好きかって、そうだな、いや、もうめっちゃ好きなんだけど、例えるとね、毎日チューしまくりたい。これいいんじゃない？いいね、いいよ。かわいいもん。かわいいね。いや、そうね。なんかリアルに一番もし聞いてほしい。ベスト回じゃない？これは。確かに、毎日チューしまくりたいって言われたいわ。じゃあ続いては、その瞬間です。あ、俺かな。じゃあ、しゅんたくん、お願いします。え？みんなのこと？どれぐらいだろうな。なんだろうな、でも、まあ、表すとしたら、あれぐらい好き。え？なしょ。あ、ちょっと待って、いや、ハグでしょ。いや、マジで決めます。ちゃんとハグして、もう好きだよ、好きだよっていう、もうね、もうだってこれ以上何も言えないもんね、このシュンタに対して。そう、これ以上、いや、これは愛されてるって分かっちゃう。シンプルかつ最強ですよ。私はやっぱりその、まあ、一応ちょっと企画主みたいなところありますから、うん、結構今回はオードラインでいってます。オードラインで攻めさせてもらってます。はいはいはい。じゃあちょっと見ていただきます。お願いしますよ。え、あ、そっか、不安にさせちゃったか、ごめん。でもこれからはそんなことを思わせないように、もっともっとミクのことを大事にするね。普通だね。普通だね。まあ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 、知恵選ばれた。え、でも確かに、でも言った人が、あ、なんか聞かんかったよかったなって確かに思うもんね。だってさ、俺のだってさ、ありがちな答えってさ、地球何周分好きとかじゃん。おめえよ。ちょっとね、ちょっとジュウちゃんと似てるかもね。そう、似てる。ごめんねって、自分が悪かったよ。ごめんね。でも俺は行動示しとった。うん。うん。そうだけどね。でも、でもこんだけ言ってるからね、吉田さん。そうだね。まあ、最後ですからね、これは。それはマジで。うん。それでは吉田君、最後リーダーお願いします。何その質問。お前。いや、でも結構好きだと思うけどね。やだ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 や
好きだと思う。まあ結構好きだよっていう。結構って、なんで一番じゃない。一番じゃないんだ。そうだよ、一番好きってなんか思う。ゴボンゴ、うわダメだ、ミニモンゴボンゴ、うわダメだ、これやばいやばい、これやばい、これやばい。続いてのラブミルテーマはですね、はい、初恋の人ってどんな人と聞かれた時の対応でございます。これはね、多分だからあんまり細々と言うと嫉妬しちゃうよねって話ですね。いや、そう、そういうことですね。私も大事だね。何も言わないのも違うし、早速で、ね、皆さんがどんな回答したのか見ていきたいと思います。俺はでも言った通り、もう山中八重君お願いします。まあまあ、あっ本当に面白くない、これはやばい。一番じゃなかったね。もうやった。順番のせい。ママ、ママって言うんだよ、ママ3番か4番のやつだよ。じゃあ次、翔丸くんです。はい、ここにでもいいですからね。そうですよ、大丈夫、お願いします。初恋か、初恋はね、小1の時かな、小1の時だったけど、名前がね、それ、ね、なんかね、なんだ、同じクラスでね、普通に可愛いなと思って好きだったんだけど、結局その子に引っ越しちゃってさ、何もなかったんだよね。うん、うわ、めっちゃいいかも。すごいな。ちゃんと言うスタイルなんですね。ちゃんと言う。でも、いいね、今のライトだったわ。すごい、まあ、ライトだし、でもなんかちゃんと情報を開示してくれてるから安心感というか、意味ないし、意味ないし、ね、で、何もなかったみたいな。いやー、なんかいいわ。じゃあ続いては最年少、そのちゃん。はいはいはい、行きましょう。あ、俺も初恋か。俺はね、小学校の頃の初恋だったんだけど、運動会で1位になったら付き合おうなんて言っちゃってて、もう1位になって付き合って、小学校で楽しかったな。え、みーこはどんな初恋だったの。俺が初めて。マジか、俺で最後の恋になっちゃうぞ。なんか、なんだろう、なんか、なんかすっげえお金がするな。なんか最後の顔の動きとかなんか、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 そう、さまよっちゃってるさ。まあ、悪しくない、セリフとしてはね、セリフとしては、ただ顔気もあった。じゃあ、続いて僕行きましょうかね。さあ、謝るか。続いて、佐野三純の挑戦です。どうぞ。思い出せないわ。ミクとの思い出多すぎて。はい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 。オードレス。確かに、ね。だけど嘘くさいな。いやね、俺思った。ミクとの嘘っぱい。だってさ、23歳でしょ。23歳。絶対初恋あるじゃん。あるよあるよ。それはね、初恋の思い出をちなみに。いや覚えてる。覚えてる。覚えてる。覚えてる覚えてる。いや僕それをとは言ってます。あ、なるほど。まだ、最後にして聞かせてもらってます。お願いします。おじいちゃんの発言気になるね。うん、初恋。いや、もう覚えてないな。もうやばい。一緒やって。一緒やん、お前ら二人。しかもかぶり。かぶったから、早く出してほしかった。最後ですね、彼女に携帯を見せてと言われた時の対応でございます、はい、こちらじゃあまずの山中83円でお願いします。携帯、あ、ちょっと壊れてるなぁ。開かな。あ、ちょっと壊れてるわ。あ、ちょっと壊れてるわこれ。ごめんね、ちょっとね。ね、これ。ごめん。最後は気してるじゃん。ハクハクしてるよ、これ。あー、おもろ。確信になる。いや、おもろ。壊れてる。じゃあ、続いては塩丸大臣の挑戦です。お願いします。携帯。携帯？携帯見えろ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。大丈夫かな、怪しいのないかな、変なの。ちょっと待ってね。オッケー。消したよ。お前消したよ。消したよ今。
履歴消したよ、完全に。お前、ものすごい右スワイプタッチみたいなやつが全然作ってるよ。じゃあ、次からじゃないけど、そのからお願いします。もう瞬気になる、これ。え、スマホ？あ、全然いいけど。どうしたの？見たい。あ、ちょっと待って。お母さんから電話だ。ちょっと待って。ちょっと待って。これはだから、お母さんから電話っていう振りをして、もう一回消すっていう。あ、なるほどね。これ、王道の方やったらどうやったんだ。確かに。これマジでめっちゃ王道です、今回。めっちゃ暗いんだ。これちょっと自信あります。おじゃあ、僕の挑戦です。お願いします。え、スマホ？あ、いいよ。いいよ。え、これ会議じゃん。あ、それもミクの誕生日。え、これ会議じゃなくないの？なるほど。あ、俺はその、何、見せてって言われたのが普通になんか浮気してないっていうのを見せてたって言ってたと思って、あ、暗証番号が私の誕生日なら大丈夫だったんだ。あー、なるほどね。それはいいわ。ちょっと重いですよ、どちらも。気持ちいい。でも俺今回もうちょっとその分似てる。おってまだな、ちょっといけるの。じゃあ見てもらって、ジント君の最後、ジント君の挑戦です。お願いします。携帯何もすんの？まあ、別にいいけど、どこ開けられたらいい？うわぁ、なんか、なんかちょっと、ほんと、プンナみたいな。なんか全部上から言われて、上からないんだよ、お前。なんでなの？ロッカー開けれたらいい。ロッカー開けれたらいい。もう、開けてやるよ、一時間。開けてやるよ。ちゃんとやってるでしょ。本気で真面目にボケっては、作ってきてない。まあでもそうだよね。だから作ってきてないよー。社交プロデュース下手すぎる。もうちょい飾るやん。だからそれ言ったらさ、みんなこの感覚で作ってないってあるってことだよ。ほんとマジかよ。やばすぎ。ということで、一応全部見ていただきましたけれども、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。結構個性が出ましたね、うん、はい、これは出ましたね。ちょっと一旦今回のこのラブミルの方のナンバーワンと最下位を決めたいと思います。はい、これスタッフさんも入ってほしいです。そうだね、スタッフさんに決めてほしい。スタッフさんに決めてほしい。今日なんならね、決めとおよしやからね。それ確かに確かに。じゃあまずですね、1位の方から発表してもらいたいと思います、はい、うん、僕が1位だと思った人、挙手お願いします。ラブミルでした。さよなら。